はいえー、と結論ね、稼ぐためにやるっていう人は、相当お金に執着してないと、それは続かないなと思うんですよね。まあ、私がこの動画を撮ってるのは、単純に動画を撮るのが好きなわけなんですよね。まあ、ですんで、誰も見なくても多分やってますよね。見る人、見ない人に左右されないんですよ。私の動機ってのは、内側から出てるものであって、誰かの影響に左右されてないってことですよね。まあ、ただね、反応いただけたりとか、感想いただけたりとか、 私の動画を見てる方が何か一つのね、目標とか結果をたどり着いて、えー、そういうところに行ったっていうのは嬉しいなと思います。で、プラスアルファで私の行動原理にはなってますけども、基本的に、えー、このね、地上に誰もいない状況でも私これやってると思いますよね。まあそこまでやってることはあんまりないと思うんですよ。 うんあの動画に反応がなくても多分やると思いますしね。アウトプットに反応がなくてもやってると思います。出なければ1万4000サイトは作れません。1万4000サイト、反応があったかどうかなんて全然見てないですからね。ただやっただけなんですよ。ただ走り抜いただけということです。で、多くの方は、うん欲張りなのかなと。欲が先走っちゃうんですよ。自分のやったことに対して反応がない。無駄なことをやったのかなとか。得じゃないとやりたくないっていう、こういうふうなね。 欲望はあるんだけどもでもその欲望があまあなんかねまあ非常にもったいない方向に向かってるんですよねだから絶対金が欲しいっていう欲望があるんだったら絶対に手に入るんですよ絶対に時間が欲しいと思えば時間を作りますしね絶対にあのなんか可いい彼女が欲しいと思ったら自分好みの女性を見つけに行くんですよねだからそこまで思ってないんですよ大したことをせずに もらえればいいな、出会えればいいな、そうなればいいなっていうのね、願望は持ってるんですよね。願望では足りなくって、完全に欲望ですよね。物欲がどれだけあるかってこと。なんかその欲の深さなんだと思うんですけどね、私はね。うん、まあそういう意味で言ったら私はすごく欲深いということなんですよ。うん、なんかね、その、やりたいこととかね、欲しいものとかってむき出しですよね。むき出しでも私から感じないってことは、それは、 なないってことなんですよ欲望があるとそれは私長い間持たないんですよ手に入れて終わるんですよね諦めて終わるんじゃなくて手に入れて終わるんですよ必ずそうなってると思うんですようん、まあ、家欲しいなと思ったら本当にね1か月以内に手に入れましたからねうんまあお金が偶然その時あったっていうのも一つですけどもねうん、まあ、考えてみると何かが欲しいから稼ぐっていうふうには私はなってなかったかなと確かに別に何も欲しがってない時に 行動してた結果お金がまあできていってでお金ができたから自分の欲しいものがリアリティを帯びてきてそこに行くってことかなと、うん、そうですねまあ私のメンタルはどこにあるのかなとメンタルないですね私はね基本的に、えー、自分の精神力を見つめ直したりとかしてないですね、うん、ただまあ振り返ってみると、うん、多くの方が考えているよりも う私は相対的に欲求レベルは高いんではないかなと思うんですよね高いからこそうんその高い欲求の高い時間っていうのはそんなに長くなくて短く終わってしまっていると達成で終わってしまうのかなと思いますよねうんまあなんというかいろんなことがある人生ですねそれでは9月も楽しんでいきましょう失礼します